もっとちゃんと抑えてよ。やってるさ。そっちこそ強すぎるんじゃないか。干した跡がつくだろう。赤バサミは古いから力が弱いのよ。そろそろ処分されるんじゃないの？赤ばかり余ってる。迷惑してるのはこっちの方だぜ。赤が古参というだけで我が物顔なのは納得できないわ。酷使される白の労働環境も考えてよ。ふん、移民はおとなしく働いていればいいんだ。いた。うわあ！白、取り替え時ですね。ついでに赤と青のも捨てたらどうです？誰も使ってないじゃないですか。そうか、今日は週に一度の調査団の日か。はじめまして。あら、挨拶もなし？いつからいらっしゃるの？ずいぶん古びてるけど。もう役目を終えているようですよ。私が来るより前みたいですけど。捨てたらいいのに。ほこりかぶってるもの、この二人。ほんとですよね。初仕事よ。おやすみなさい、チューブさん。良い夢を、新入りさん。おやすみなさい、お父さん、お母さん。
はあ、暇だね。手紙なんて久しく配達されてこない。おや、珍しくうちに配達かね。一週間ぶりに晴れたな。ん？今日もなしか。切手を貼ってないな。ふん、そういう手紙なのか。うん、そうだな。直接渡したらいいよ。何も配達されてこなくても、俺は結構忙しいのだ。ずいぶんポンコツだな。わしだってわかってるさ。あと数回で織田仏だ。ねえテレビさん、知ってる？この家ではテレビやラジオは禁止なのよ。ん？調査団に見つかったら捨てられるかも。覚悟した方がいいわ。外のことはどうやって知るのかね。君たちは真実を知りたいとは思わないのか。そんなこと必要ないわ。この家は特別に守られているんだもの。おかしいな。今日は訪問日じゃないはずなのに。
なんで急に調査団が来たのかしら。抜き打ち検査？薬まで置いていったのよ。真実を知りたくないかね。うるさいな、じいさん。テレビなんて嘘ばかりだ。何でも大げさに騒ぎ立てるものね。かと思えばくだらない笑いやバカ騒ぎばかりだ。いっそない方が健全に暮らせる。あなたの言う真実って何？いたずらに恐ろしいニュースのこと？私たちの真実はすでにここにあるのよ。あ、やめて。やめろ。テレビはいらないって言っているのに。壊れるなら静かに行けばいいのに。頑固じじいめ。できるものなら最後に真実とやらを見せてよ。止めどなく生きるのよ。子供の頃約束したんでしょ。甘いお菓子の誘惑で硬い殻を破ってしまう。久しぶりにこの世界で歌を聴いたわ。今日は早いんだな。きっと疲れたのよ。お気に入りなのね。あいつ壁の外からやってきたんだろう。何のために？誰が風船を放ったの？おい、あっちの世界に人なんかいるのか？教えてよ。ねえ風船さん。何も話さないわね。風船だからな。心は空っぽなんだろ。
船さん、泣いてるの？仲間がみんな撃たれたからな。空っぽなんて言って悪かったな。起こしてしまったんだね。ううん、いいな。構わないよ。喋れるの？喋りたくなかったから、向こうのことは。何があったんだ？僕たちはいつもパーティー会場に集められているんだ。パーティー？牧場から新しい人たちが来たらすぐお祝いができるようにって。牧場？僕たちはみんなそう言ってる。こっちの世界のことを。ごちそうを振る舞い、盛大にもてなすんだ。最後の時を楽しんでもらうためにね。パーティーの後は一人の部屋が与えられて、その時を待つんだ。向こうにいる人たちはみんなどこかしらないんだよ。腕だったり足だったり。だからそれを補うために牧場の人たちが必要なんだ。もちろんただってわけじゃないから、お金持ちしか無理だけどね。それぞれ手に入れたいものを手に入れる。無駄がないようにね。バラバラにされるなんてひどい。ひどいな。そうかしら。自分のためにその体を独り占めするのと、バラバラになってたくさんの人々の役に立つこと、神様はどちらをお望みなのかしら。私の体は古くなってもうあちこちほころび始めてるわ。でも中の綿はまだまだ使える。他のぺしゃんこになったぬいぐるみに分けてあげてもいいし、余り布で別のぬいぐるみを作ってもいいでしょ。それはもう。たくさんのものによって作られた命を、またたくさんのものに返すべきじゃないのかしら。私たちだって別れたくないわ。あの日の前からずっと一緒に暮らしていたんだからな。でも逃げて。逃げろ。逃げて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 。私たちはあなたたちを助ける。それが本当の幸せだもの。
しなさい。私そのためにここにいたんだもの。ここに残ることを選んだのかい？本当にいいのかい？近いうちにバラバラにされるんだよ。死ぬのは怖くない？物は人のために生きる。じゃあ人は？君は？君を待つたくさんの人のためにここに残るというんだね。さよなら、三つ編み。僕も少し考えてみるよ。幸福ってことについて。昔